本日はお集まりいただきありがとうございます。クロミュージック代表、ジュソクロックハンズオーナーの達也です。今日は9月に行いますワンマンライブと主催イベントの記者会見ということで、よろしくお願いいたします。まずは今回の 2days ライブの経緯からお話をお聞かせいただけますでしょうか。ですね、去年、自分の誕生日、まあ、9月3日、クロミュージックの25周年の、イベントとちょっとかぶってたので、去年京都ミューズでライブやったんですけど、特に自分のバースデーというふうには売ってないんですけど、もう去年お店がオープンしてた時点で来年は、クロックハンズで何かできたらいいなっていうのがまずあったんですね。で、1日やるか2日でやるかをちょっと悩んでたんですけど、9月2日土曜日の方をワンマンで、で3日、こっちが僕の誕生日の方ですけど、こっちは、アコースティックでは初めてですけど主催イベントという形でやらせていただこうと思いました。もう去年の段階で一応考えはありました。初日のワンマンと2日目の主催イベントはどのような内容になるのでしょうか。初日のワンマンはですね、去年の8月27日に初めてアコースティックのライブをやって、まあ、それが、まあ、何回も言ってますけど初ライブであり初ワンマンだったんですね。でそれからまあ約1年、自分のこういう活動の1周年という形で、これまでの、1年間 その集大成というか、自分がこういう形で、アコースティックライブを作りたいっていうものの、そうですね、まずは完成形というかそういう形で披露できたらなと思ってます。で主催の方に関しては、まあこのアコースティックを通じて知り合ったアーティストさんとかを入れて、まあ、ちょっとこうワイワイできたらなという感じですかね。なぜご自身のお誕生日である9月3日をワンマンにするのではなくて2日にワンマンにされたか、理由をお聞かせいただけますか。2日が土曜日なので、まあ、土曜日の方が来やすいかなと思ってワンマンにしました。はい。この2日間のチケットはいつ頃に発売ですか。ですね、この9月2日のワンマンのチケットは、クロックハンズの今度6月10日にある、ライブがあるんですね。これはお店の1周年としてやるライブなんですけど、ここのライブでまず先行というか、まず会場で販売して、あとは、まあ、プレイガイドチケットで販売しようと考えています。最近、各 SNS で龍太郎氏との不仲が噂されてますが、あれは本当ですか、ネタですか。あれは本当です。もう笑わないでください。最近は最低限の連絡しか取ってないですし、クロックハンズで一緒の時も一言も喋ってないです。もうお互いがお互いを避けてるというか、そんな感じですかね。で僕の今 SNS で10個ぐらい裏垢があるんですけど、めちゃめちゃ龍太郎のネガティブキャンペーンやってます。以上です。今年の夏はどのような予定を組まれてますか。もうとにかくライブを
まあアコースティックのこういうソロの範囲ですけど多いと思います。結構ライブが入ってるっていうか、で、自分のライブスタイルが今立ってる状態で、でもっとライブ感のあるライブを目指してるので、7月はクロックハンじゃなくて、ジュースの L スタジオっていうライブハウスっぽい作りのとこでライブがありますし、そういうライブがまだ非公開ですけど8月にもクロックハンズ以外でやります。よりちょっとライブ感を高めるためにそういうスケジュールが入ってたり、そうですね、あと自分よりも全然もう格上のアコースティックのアーティストさんとかと一緒にやらせていくいただく機会が何回かあります。はい、質問は以上となります。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。9月2日土曜日、9月3日日曜日ともにクロックハンズでライブやりますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。